はい、おごさんのことでございます。おはようございます。というところで朝の解けていきたいなと思います。まずはですね、週末なんですけれども、いよいよベスト8第5回連盟対抗ツイッター杯ベスト8の試合が、全て今日ですね、昨日か日曜日持ちまして全試合終わりまして、ベスト4で揃いました。はい、こちらの結果の方はね、また動画でお届けできればと思うんですけれども、なんと初進出が3連盟さん、素晴らしい。こちらどこの連盟が上がってきたのかお楽しみなんですけども、なんかこう勢力図が変わっていくというか、皆さんね、どん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 いろんな連盟さんがこう強くなっていくなっていうのと、あとやっぱ強いなっていうところと、はい、本当にね、時代が流れている感じがしますので、こちらの試合の模様ですね、ぜひ楽しみにしていただければなと思っております。さあ、そしていよいよ、ね、週末から準決勝となります。日程が、決まり次第 お伝えできればと思うんですけども、全試合ライブでお届けということで、準決勝2試合、そして3位決定戦決勝戦は YouTube ライブでお届けできればと思っておりますので、皆さんぜひ、日本最高の、ね、連盟を決める大会となっておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。はい、また、昨日なんですけれども、夜、プレミア公開でちょっと朝ね撮った試合をそのままちょっと編集してお送りしたんですけど、結構多くの方来ていただいてびっくりしました。はい、なんとなくこうトーマさんがね今ちょっと旅立っているので、ライブができない中で、まあ、夜のなんかイベントできないかなっていうので、プレミア公開でちょっとコメントでコミュニケーション取らせていただきながらやればと思って やらせていただいたんですけど、まあ本当ね、今回このブラジルの連盟さんの窓口の方がまあ連絡通じない、本当に。で、まあ、FD の窓口の人2人いるんですけど、その2人にもうこの窓口の人どうの運営の FD の2人もちょっともういいよ、もう来なかったら勝ちでいいしみたいな感じまで来たんですけど、最後の最後なんかじゃあその時間でやればいいんでしょうみたいなのが朝8時に来て、はいみたいな、これもうやらないよって言ってたのに朝8時に連絡が来てみたいな、今までその12時間何やってたんだよみたいな、向こうは時差12時間あるので日中ずっと放置で夕方っていうか夜の8時になって初めて2時間後にじゃあ試合いいよみたいなこと言ってきて、どうするやる君たちみたいなのが朝起きた瞬間にそのディスコードに書いてあって、何それとか思いながら、ちょっと、でもな、もうちょっと、もうやっとかないと、これいつなのか本当わかんないなと思って、ただみんな起きてるのかな、そもそも。したら意外とみんなちょいちょいちょっとずつ起きてきて、マジでやるのやるのみたいな、あと、大丈夫ですって言ってくれた人もいて、はい、ちょっとね、ドタバタしたんですけど、まあ、そうですね、フェニックスドリーム自体が南米を中心とした連盟、アメリカとかで南米を中心とした連盟で、まあ、もちろん中国の方もいるんですけれども、まあ、南米系の連盟なので、今回標準、大会標準時間が GMT プラス1とか2なんですよ。はい、で、まあ WCIC は、アジア圏を中心とした連盟の大会なので、推奨 GMT が、プラス8から9とかっていう感じなんですね。7から789、この辺が推奨 GMT の開催時間なんですけど、まあ、そもそも自分たちの都合で言ってて夜やってくれとは言っているんですが、ちょっとね、今回初の朝なんですけど、連盟のみんな揃ってくれたんでよかったなと思いました。はい、で、結果は動画の方でお伝えした通りという形になっておりまして、なんて言うんでしょうね、はい、まあ、なんとか、2勝目を挙げることができて、で、最終節に関しては今順位に行くとうちが2勝で、他が1勝1敗1勝1敗でなってて、で最終戦当たるのが2敗のチームという形になるんですけども、まあ、この2敗のチームに引き分け以上で首位突破、負けたら他会場の結果次第というような形でしょうかね。はい、まあ、何とか勝って、予選突破できればと思っております。まあ、ここから先はですね、おそらくもう、決勝トーナメント入ると、まあ、皆さん知ってるような、連盟がね ME、まあ、ミドルイーストとかラブレジェンドとか、まあ、もちろんフェニックスドリームとか、はい、まあ、ゴールデンジェネレーション黄金世代とかも出てますし、まあ、この辺の有名連盟と今度当たっていくんではないかなと思います。はい、また、今回の大会はですね、皆さん普段この動画に出てるメンバーじゃないメンバーが結構出てくるかなと、まあ、昨日の、ね、アップしてる動画は
知ってる人多いかなと思うんですけど、はい、あのいろんなメンバーに、ね、出てもらおうと。ただ今回登録がね7人登録しかできなかったんで、それがすごい残念だなと。もうあの毎試合毎試合登録選手変えさせてくれてたらそれはダメだって言ってたんで、うん、結構ね、WCIC の登録メンバーじゃないメンバーに、ね、出てほしかったんですけどっていうところが、まあ、もちろんいつもね有志でやっていくところなんですけど、はい、まあそんな感じでございます。はい、まあ、戦いに関しては週末そんな形で、まあ、あとオンラインイベントをやってるというようなところと、まあ、もういよいよねフェスが来るというところでしょうか。はい、まあ、戦い話はこんな感じで、いや今日ねでもそれにしてもあの本当に困って、なんかねあの奥さんがなんかルー語がめちゃめちゃ面白いよとかっていう風に始まっちゃって、もういきなりねもうアーロン軍フンファイトとか言い出すんですよ。これ意味わかります。古軍奮闘なんですよ。もう合わせるフェイスがないとか言い出して、何みたいな、合わせる顔がないみたいな、これ分かります。いい加減にホワイト、なんだそれ、もうずっとそんなこと言ってる、いい加減にホワイト分かるとか言い出して、それいい加減に白ですよねみたいな、もうねちょっと本当にずっと井の中のフロッグ、オーシャンを知らずみたいなとかねずっと言ってくるんですよね、うん、これ意味分かった人すごいです。あとボイスをストマックから出すとかね、こうずっと言ってくるんで、ずっと言ってるんですよ、何それ何見てんのみたいな感じなんですけど、縁の下のマッスルマンとか言ってきて、でも実際そんなのルー大柴言ってたんかなみたいな感じなんですけど、皆さん覚えてますでしょうか。はい、清水のステージからダイブするとかですね、苦しみのゴッド頼みとか、ゲイはボディを助けるとかですね、激凛にタッチとか、こういろいろずっと言ってくるんですよね、心をデビルにしようとかね、そんなことばっかり言ってて、何を言ってんだか、これずっと永遠に続くんです。これ付き合うの結構大変だったなっていう、はい、ちょっとした小ネタなんですけど、はい、そういうところでもう1月もあっという間と、今週はもう寒波が来るみたいで、まあめちゃめちゃ、寒いみたいなんですけど、皆さん体調などお気をつけて1週間お過ごしください。はい、じゃあそのところでちょっと短いかなと思うんですけど、私1週間頑張っていきましょう。それではまた。